関係者によると5日に釈放されたのは先月天安門事件に関する討論会を開いたことが騒動挑発容疑に当たるとされた5人のうち元社会科学院の学者である女雄良氏ら3人です天安門事件から25年となる4日が過ぎたことで釈放された形ですしかし同時に拘束された人権派弁護士の星京氏ら2人は拘束されたままだということです を知る関係者は拘束がさらに長引き刑事手続きに進む可能性もあると懸念しています。